藤谷蓮次郎です、えー、ジュリー4アルバム、えー、ジュリー4今僕は幸せです、えー、の5曲目いきたいと思います悲しくなるとという一曲をご紹介します、えー、こちら悲しくなるとは、えー、非常にこうふわっとしたバラードでですね、えー、その青年ジュリーのナイーブな悩みと夜寝入り花の夢と夢とも映つともつかない感情みたいなところを歌ってて ある意味その人間澤田賢治という青年像を感じさせるとも言えますが私のエッセイの方でも書きましたがこれもまた一つそのスーパープロフェッショナル澤田賢治という人の芝居って言うんじゃないですけどキャラクター作りの意味もあるのかなどうなんだろうという感じもします曲としてはその少しロマンティックでメランコリックな影もありますんでジュリーファンの人にはたまらん1曲だと思いますが えー、逆には他の歌手ではレコーディングできるのかなこのレベルでみたいな感じも私はあります、えー、この時期のジュリーだからこそ商品になってるという気もしますが、えーまあ、そういう意味では澤田健二さ,さんという人の人柄ジュリーという人の存在というのを感じさせる一曲として重要な意味合いがあるかと思います。 えと私のブログの方でも少し触れておりますので、えー、書いておりますので是非お読みいただければと思いますそれでは失礼します。